青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆様はじめまして、料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千明です。さて、先月から始まりました愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、お隣にお座りの料理カウンセラー青木由美さんがラジオを聴きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、メニューの選択など、料理と婚活、そして青木由美さんの魅力、そして私佐々木千明のこだわりなんかも盛り込んだアラサー女子目線のトレンド情報満載の番組になればと思っております。まだまだ慣れてはいませんけれども、この番組を通して婚活、料理、女性らしく生きるヒントみたいなものを一緒に考えていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。そんな青木由美さん、詳しいプロフィールは後ほどご紹介させていただくといたしまして、先日イベントにご出演されたということなんですが、はい、そうなんです。一般社団法人武蔵府中法人会様主催で、はい、お世話になっております結婚相談情報センターのっぜさんのイベントで、はい、お料理婚活パーティーに料理講師として出演させていただいたんです。お料理婚活パーティーって具体的にどんなイベントなんですか？一緒にお料理を作るっていうイベントなんですけれども、お見合いとは違って、はい、料理をね、一緒に作るっていう共同作業があるので、はい、会話もしやすいですし、私がね、ずっと話をしている、はい、料理はコミュニケーションっていうのにぴったりなイベントなんですよ。なるほど、もう文字通り料理で婚活ですよね。そうなんです。今回のイベントでね、はい、一組でも多くのカップルが成立してゴールインすることを心から願っております。イベントの様子とかって何かどこかで知ることはできるんですか？この愛され召し上がれのスタッフさんが、はい、一応撮影してくださってたので、もうすぐ YouTube にアップされるかなと思いますので、ぜひね、そちらもご覧いただければと思います。はい、この愛され召し上がれと同じチャンネルで見れると思いますので、ぜひラジオを聞きの皆さんもチャンネル登録お願いしておきます。私のね、本業の姿もちらっと見えておりますので、ぜひチェックお願いします。楽しみです。それではですね、番組の進行に戻りまして、まずは青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得、その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。ありがとうございます。それでは私と一緒にこの番号を進行していただける女優の佐々木千明さんの自己紹介お願いします。はい、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在はですね、佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。そしてご存知の方がいらっしゃったらとても嬉しいんですが、ここ市川うらら FM さんで言霊アラカルトと、あとファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいておりますので、この愛され召し上がれ同様に、ぜひ佐々木千明の名前も覚えていただければと思います。こんな2人でですね、楽しく皆さんに料理、婚活などについてお伝えしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めのコーナーは、冷蔵庫の残り物を3段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。今まさに晩御飯を作ろうとしていらっしゃるリスナーさん、今日は残業の後に自炊が待っているという方々はぜひコーナー必聴です。そして私たち愛され召し上がれでは、タイトルにありました通り残り物3段活用ということでですね、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピを紹介させていただきます。それでは由美先生、はい、今日の食材は何でしょうか？今回は大根についての3つのレシピをご紹介していきたいと思います。お、大根ですね。大根は生ですか？生の、そのままの大根ですね。はい、
大根って結構買うことも多いかなと思う食材だと思うんですね。なので今日は大根の3つのレシピですが、はい、まずは1つ目、はい、大根のカラフルサラダです。カラフルサラダ、これは大根と人参とピーマン、はい、あとは市販のねお好みのドレッシングがあれば完成していきます。好きなドレッシングでいいんですね。はい、何でも大丈夫ですのでお好みのもので作ってください。はい、しかもね人参ピーマンあればもう何も買わなくていいじゃないですか。そうなんですよ、あっという間に作れるんですけれども、はい、まずはですね、はい、大根と人参とピーマン、これをすべてマッチ棒ぐらいのサイズの細切りにしてください。細切りですね。はい、はい、で次にですねこの大根と人参とピーマンをすべてボウルに入れてもらったら、はい、ラップをして電子レンジで2分加熱してください。電子レンジで2分ですね。そして最後に好きなドレッシングと混ぜるだけで完成です。はい、そうなんですか。簡単ですよね。すごく簡単ですけどお野菜がたくさん入ってて、ね、彩りもカラフルです素敵なお料理の一品ですよね。そうなんですよ。でこれ生でももちろんいいんですけど、はい、電子レンジにかけることによってしんなりしてくれるので、食べやすいしいっぱい食べれるんですね。確かに野菜不足の方にもとてもいいですよね。おすすめでございますね。そして次に2品目、はい、今度は大根ステーキです。お、大根のステーキですね。はい、これはですね大根と、はい、あとは、まあ、飾りでねあれば万能ネギを使ってもらうんですけれども、はい、調味料は、はい、お醤油とみりんとお酒を、はい、全て大さじ1/2杯で、全て大さじ1/2。そうです。これはですね、はい、大根を 1.5 センチ厚さの輪切りにしていってください。輪切りですね。でこの大根をラップをしてもらったら電子レンジで、はい、まあ、大体3分から4分ぐらい加熱をしてもらいます。その電子レンジで加熱するときは、はい、何かボウルか何かに入れて加熱するんですか。そのままラップしてもらってもいいですし、まあ、お皿とかボウルに入れてもらってもいいですし、あ、どちらでも大丈夫なんですか。どっちでも大丈夫です。でラップを、ね、してチンした電子大根ですけれども、はい、これをですね今度はフライパンで焼いていくんですね。はい、で両面に焼き色がついたらば、はい、お醤油とみりんとお酒を入れてもらって、はい、絡めたらですね、はい、完成していくんですよ。もう絡めるだけですか。そうなんです。なので、はい、ね、絡めてもらって、まあ、ちょっと大根だけだと見た目が寂しいなって思ったら小口切りの万能ネギを飾ってもらえればいいんですね。なるほど。結構彩りがね見た目だと ね大事になりますから、うん、なんかその両面こう焼いて調味料を入れるじゃないですか、はい、その大根が色が変わってくるんですか。お醤油の、ね、色がだんだん大根についてきますので、はい、それで完成していきます。あ、なるほど。色で判断ができますけれども、はい、大根ね実はこれ電子レンジ使ってますけど茹でると水分が増えて、はい、で焼き色つかなくなっちゃうので、うん、まあ、レンジを使うか蒸すかどちらかで作ってください。わかりました。そして3つ目、はい、大根餅です。はい、大根1/2本、そして片栗粉大さじ3杯ぐらいですね、はい、そしてお塩、はい、調味料はバターとお醤油で味付けていきます。お、バター出てきましたよ。バター醤油ね、これ結構好きな方も多いと思うんですけれども、はい、まず大根をねすりおろしていきます。はい、ちょっと大変なんですけど、で水分を軽くザルでこしてもらったら、はい、今度は片栗粉とお塩を入れて混ぜていきます。はい、あ、はい、わかりました。片栗粉このタイミングですね。はい、はい、でおせんべいみたいな形でね、まあ、薄い丸型にしてもらったら、はい、フライパンで中火で両面焼いていきます。お、はい、 そしてですね、はい、これ大根がだんだん透き通ってきたら火が入りましたよっていう証拠ですので、そしたらバターとお醤油を入れてもらって、はい、絡めてもらったら完成です。簡単に作れるんですよ。簡単に作れるんですね。さらにねこれ、はい、大根餅に、はい、刻んだお野菜とかも入れて混ぜて焼いていくと、はい、カラフルになってきます。あ、かわいいかも。ちょっと見た目とかもね良くなると思います。なるほど。今回ね大根レシピ3つご紹介いただきましたが、はい、どれもねとっても料理に並んだらね、ご飯のお供にとっても嬉しくなるようなレシピばかりでした。向いてるものですね、まあ、より美味しく召し上がるには大根の、ね、皮を剥いて作っていくと食べやすくなるかもしれないですね。あ、なるほど、そうなんですね。
ね、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひでラジオをお聞きの皆さんの食卓にも本日ですね、大根を使った追加の一品並ぶことを期待したいと思います。以上、冷蔵庫の残り物三段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回のテーマは、はい、思わずツイッターとかインスタにね、SNS にアップしたくなるようなユニークな調理器具をご紹介していきます。わー、楽しみですね。はい、じゃあ早速、はい、3位から紹介していきたいと思います。はい、アメリカの東海岸にあるフレッド&フレンズという会社さんのマジックワンドソルト&ペッパーという商品です。アマゾンでは3500円とかで販売してるんですけれども、これですね、魔法の杖の形をしている塩と胡椒を入れるの入れ物なんですね。かわいい。先がですね、先端が星型になっていて、で杖を振ると塩コショウが出てくるので魔法使い気分を味わえます。本当ですね。ちょっと面白い商品ですよね。そうですね。そして第2位、はい、株式会社マーナさんの豚の落とし蓋です。はい、豚の落とし蓋、はい、これですね、まあ、その名の通り落とし蓋なんですけれども、はい、サイズによって値段もちょっと違ってくるので、マーナさんの、ね、公式オンラインショップで値段はチェックしてみてください。はい、これシリコン素材で中央に、ね、豚の顔がある商品なんですよ。あ、そうなんですね。でちゃんとね、鼻の穴とかもついていてですね、はい、でそこの鼻の穴から湯気が出ていってもらって、で取り出す時には、まあ、落とし蓋ってちょっと、ね、取り出しにくいっていうのがあるんですけれども、これは鼻の穴にですね、菜箸刺して取り出していくことができるっていう面白い商品です。そうなんですね。じゃあちょうどあの豚さんの鼻が菜箸サイズってことなんですね。そうなんですよ。そして第1位です。はい、これはアメリカからの並行輸入品の商品なんですけれども、はい、スターウォーズのダースベイダーのトースターです。ダースベイダーのトースター、はい、はい、アマゾンでね18,800円で購入ができるんですが、まあ、映画のねスターウォーズ好きにはたまらない商品なんですよ。確かに。ダースベイダーの頭の形をしているトースターで、はい、パンを焼くとですね、はい、そのパンにスターウォーズっていう文字が焼き込まれるんですね。へえ、あのダースベイダーの頭ね、ありますよね、はい、あそこの頭の上がトーストというか、あの食パンを入れる場所になってるってことですか。そうです。頭のところに食パン2枚こう差し込むっていう商品なんですよ。そうなんですね。いや、これスターウォーズ好きな方はね、いいですよ ね、 いいですよね。ちょっと毎日の食事が楽しくなると思います。絶対にこうね、あの写真撮って皆さんに見てって言いたくなるような素敵な3品今回もねご紹介いただきました。ね、本当に お料理をするのに少しでも楽しくなるということで大切ですよね。ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、ランクザ調理器具のコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーはコーナータイトルにもあります通り、ぜひもの、つまり我々の業界用語の一つで、テレビ番組やラジオ番組において絶対に欠かせない部分、ネタ、アイテムなどのことを言い、ぜひとも紹介しなければならないものの略のことです。では何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛。例えばこの楽曲の歌詞を聞いていれば婚活がうまくいったり恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋がおせっかいにも勝手にセレクトした楽曲を紹介し、毎月番組放送がある2回ともかけさせていただくコーナーです。今回はですね、あの男性にとっての恋愛ソングを選ばさせていただいたんですが、レイクというあの男性シンガーソングライターさんが歌っています100万回の I love you という曲を選ばせていただきました。いいですね。はい、あのね、曲名からしてとっても愛にあふれた、曲なのかなというふうに思っていただけるかと思うんですが、歌詞の中にですね、愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き、素敵、うん、またね、この愛してると好きのニュアンスってね、またちょっと違ったりね、するんですけれども、でこう愛してるの言葉を100万回君に送ろうと、いい言葉ですね、ね、あの結構愛してるって
日本人特にそうなんですけど恥ずかしいですよ ね、 そうですね、なかなかね、言いにくい言葉だったりするんですが、はい、この気持ちをですねストレートに伝える王道のラブソングということで今回は選ばさせていただきました。改めまして先月から始まりました新番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けてそのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さん、お話しできる範囲で過去のご経験をもとにまずは印象に残っていらっしゃる方のエピソードとその婚活のプロセス、そして一番気になるその成果というか結果についてお話しいただけますでしょうか。今回ご紹介する女性は30代前半の女性なんですけれども、はい、相談所にも登録をして2年ぐらいね、ずっと自分で婚活をしていた女性なんですよね。はい、千秋さんは婚活っていうと大体どのぐらいの期間が平均期間だと思います？半年とかですかね。ああいいですね、はい、実はとあるネットアンケートによると、はい、4年以上婚活しているっていう方が 16% いるそうなんですよ。4年ですか。長いですよね。そうですね。彼女も実際になんとなく人に会っていれば、はい、まあ、婚活しているし安心かなと思って、うん、で本気ではない状態で、うん、そのうち素敵な人に出会えるだろうなと思ってたそうなんですね。はい、で試しにですね、まあ、私が主催している愛され飯協会で発行している無料のメールレッスンがあるんですけど、それを読んだらですね、はい、あれみんな結構本気で婚活ってやるものなんだなと、いつか自然にぴったりに出会えるっていうのはなかなかないんだなって気がついたそうなんですよ。そこで気づいたんですね。そしてすぐにねレッスンに参加したんですね。あ、なるほど。で彼女は、はい、まあ、ちょっと天然な可愛らしいところもあってですね、で男性から見たら多分ほっとけないって思うような魅力を持っている女性だったんですよ。はい、彼女とねこう、はい、恋愛相談をしていた時にどんな結婚生活したいんですかって、どんなお相手見つけたいんですかって聞いたんですけれども、はい、結構ぼやっとしている状態だったんですね。なんかこんな感じっていうようなねものなんですけ ど、 絶対に譲れないポイントっていうのもなかなかなかったので、ね、相談している間にそれをねこういっぱい考えてもらって、はい、で明確にしてもらったんですね。まあ、例えばですけど、はい、まあ将来ね失敗しても、うん、まあ、笑い合えるような楽しい家にしたいなとか、私は仕事頑張りたいから全力で仕事を応援してくれるような人がいいなとか、はい、そういう明確な状態ですね。で彼女の場合はですね、はい、出会いの場所っていうのは、まあ、結婚相談所登録もしていましたので、まあ、出会える場所があったんですが、そうですね、自分からマッチングを希望する対象の方が、はい、まあ、明確にしたことによって変わっていったんですよ。そうなんですね。ここ結構大事なところだったんですよね。はい、でお見合いで出会った男性とですね、はい、まあ、何度もデートをしていったんですけど、ある日ね彼女と相談をしている中で、はい、先生私付き合ってるのかどうか分かんないんですよって言われたんですね。はい、デートしてるんですもんね。はい、なんか言われてなくって、でもなんとなくずっとこう将来の話が出てくるんですっていうので、このまんまじゃちょっと心配だし、はい、ちゃんと確認しようよって言ったら、彼女は頑張って聞いてみますということで、はい、彼に聞いてみたそうなんですね。そしたらなんと彼から言ったよって言われたそうなんです。なるほど。なんと、はい、まあ多分ストレートな言葉ではなかったっていうことと、まあ、彼女もね天然で可愛らしいところあるので、まあ、多分彼の言葉に気がつかなかったようで。そうだったんですね。でそこからですね、はい、あ、なんかこれじゃ結婚決まるんだなっていうところからトントン拍子に結婚が決まっていてですね、はい、なんと出会って半年で結婚しました。あ、そうだったんですね。あっという間だったんですよね。
今はね、うちのスタッフとして、はい、仕事のお手伝いとかもしてくれてるんですよ。あ、そうなんですか。まあ、付き合ってる間はね、うん、まあ、少し遠距離というか距離もあった状態だったらしいんですけど、はい、まあ、料理写真を送っていたので、うん、早く食べたいって言ってくれてたそうなんですけど、はい、今はもう結婚して美味しい料理毎日作ってあげてるそうです。いやー、なんていうかね、ストレートってなかなかね、言いにくいところ、なかなかね、男性の方もね、言いにくいところがあるというのがあるんですけど、そうですね、触れないと気づかないよっていうことも正直私たち女性もねあるんですよ ね。まあ、今回ねご紹介した女性からも分かるように、はい、まあ、そのうち出会えるだろうっていうのではなくって、うん、ね、自分がどんな結婚生活をしていいのか、はい、ね、ぼやっとしてる間ってなかなか出会えなかったり、はい、出会ってるのに気づけなかったりすることってありますので、そうですね、どんな結婚生活をしたいのかというのは明確にすることによって、はい、婚活がうまくいくというお話ですね。いや、本当にすごくね、自分自身に言われてるような気もしました、ね、なかなか結婚したいって思っても明確にならないとね、そうですね、なかなか結婚って難しいのかなっていうふうになんとなく感じたりします、最近ね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方は、ぜひ一度愛され飯協会で検索していただければと思います。以上、ラジオで婚活のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。この愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜日夕方6時からお送りしますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。由美さん、今回の放送を振り返られていかがでしたか。今回ご紹介した、はい、ユニークな調理器具、うん、実は私もねちょっと欲しいなと思ってるものがたくさんあったので、もう昨日もねずっと検索しながら、はい、あ、これ欲しい、これ欲しいそこからずっと楽しみましたね。本当に連鎖的にね、いろんなお料理グッズ集めてみるのもいいかもしれませんね。そうですね、はい。そしてですね、番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見をぜひお送りいただければと思いますので、手先をお伝えしますね。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。